車椅子バスケットボール、長崎サンライズの首相、小川翔太さんが3日、骨肉腫で亡くなった。23歳だった。小川さんは小学4年でバスケットボールを始めた。小中では首相を務め、高校でも1年から主力として活躍。だが、2018年に骨の癌の一種、骨肉腫を診断され左足を切断した。 翌年、長崎サンライズに入部、昨年春から首相を務め、同年12月の第43回朝日九州車椅子バスケットボール選手権大会、九州車椅子バスケットボール連盟、朝日新聞厚生文化事業団主催、ではチームを3位に導いた。関係者によると、体調を崩し、先月下旬から入院していた。